こんにちは。コミュニティセンターの石塚と申します。本日は YouTube 活用講座、動画活用講座にお越しくださいました。ありがとうございます。コミュニティ大学という番組の、これですね、これを見ていただいた方が多いかと思うんですけれど、今のお手元に、書類の中にアンケートを用紙の1枚をさせていただいてますので、お帰りの際はこちらの方にお願いしたいので、お伺いいただければと思います。今日はですね、YouTube 活用法、今の正面にいろいろ書いてありますけど、YouTube ってどんなものとかですね、活用法とか、こういうような視点は非常に広いと思うんですよね、YouTube につきましては。世間もいろいろ探してくるような事例とかもいろいろありますし、ということで、今日につきましては、私の方の関連では、市民活動講座というような隔離の中で行わせていただくものですので、そういうような目線からですね、話をいただければと思っております。今日ご説明いただく堀切俊介様は、白河市内を中心にウェブに関する様々なお仕事をされていらっしゃる方です。非常に詳しく説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それとあと今日のこの講座、今動画撮影していただいているんですけれども、YouTube にアップしていただいてしまいますので、期待していただければと思います。では、堀切さん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、堀切と申します。今日は一日よろしくお願いいたします。一応ちょっと YouTube の活用講座ということで、まずその YouTube がどういうものなのかということから、活用している団体さんとか事業さんとか、そういうところの事例を紹介しつつ、また実際にどういうふうに YouTube に動画をアップしているか、あとは動画の編集ですね。今スマートフォンで簡単に動画を編集して、アップする、YouTube に動画を投稿するというのが、スマートフォンで完結してできるような時代になっています。少し前まではやっぱりパソコンで編集ソフトとかで、しっかりやってっていうのが主流だったんですけれども、ちょっと説明しますが、ショート動画というような尺の短いものとかが非常に流行っているので、そういうもののですね、活用の仕方というのが様々あるので、その辺も踏まえてご紹介させていただきます。簡単に自己紹介をさせていただければと思います。はい、今白岡、お伺いいただいたんですけど、白岡を事業所に置いて、ホームページの制作とか動画の編集とか、そういうようなことをやらせていただいて、その中で、コミュニティ大学でスマートフォンのスマホ講座というものを合わせてやらせていただいております。で、スマホの使い方だったり応用の仕方っていうのも含めて、いろいろ、ご質問に答えながらやっていくような形式でやっていきます。で、YouTube に関しては動画の編集を仕事でいただくことももうちょっとよくありまして、それで YouTube を活用して企業さんの商品の販売とかそういうところにつなげることを、メインでやらせていただいているんですが、今日は市民活動っていうところを中心にお話をさせていただくので、実際にこの近くの地域で YouTube を活用して、何かの紹介をしたいとかそういうことをされている方の事例なんかも合わせてご紹介できるかと思います。一応商工会団体の青年部で、隣のクッキーさんというところの商工会の青年部が一生懸命動画の活用を優先するというのをやっているので、その辺も合わせてご紹介させていただければと思います。はい、まずですね、YouTube というのはそもそもどういうものなのかというところですね。もちろん皆さんのスマートフォンにもアプリとして入っていますし、名前を聞いたことある方がほとんどいます。
ご利用になったことがある方も多いんじゃないかなと思います。YouTube 大きな作りでいくと、オンライン動画共有プラットフォームというのです。ちょっと横文字で、何のことやらということだと思うんですけども、オンラインというのは、インターネットの、インターネット上で、動画を共有できるサービスですね。大きく言うと、前回 SNS の講座というのをやっていただいたんですけども、この SNS の括りの一つとして考えられることが多いです。で動画共有というのはですね、動画を配信しているプラットフォームサービス、という言い方に言うと動画を見れるアプリだったりインターネット上のサービスというのはかなり多くあります。名前を聞いたことある方いらっしゃると思うんですけども、Netflix ですとか、フライドビデオ、あと最近だとスポーツ系をよく放送しているアベマ TV とかっていうのも。インターネットのオンライン動画共有サービスですね。で、ちょっと前だと YAO というテレビでやったものをそのままインターネットで見れるというようなものがあったりしたんですけども、ちょっとなくなっちゃったんですけども、ほとんどのそういう動画共有ができるサービスというのはですね、例えば、制作費用を何百万とかかけて作った映像ですね、映画であったりバラエティであったり、そういうような作品として作られているものがインターネット上で見られるというサービスがほとんどですね。その中で YouTube というのはですね、一般の、スマートフォンを持つの皆様が自分で撮った動画を自分でインターネット上に公開できるというところが、他の動画共有サービスと少し異なるということですね。簡単に言うとプロが作って、プロが編集して、お金を払って配信をしているというのを、テレビに近いようなものと、誰もが自分で作った動画だったり撮った動画を投稿できるという部分の違いが大きくなります。その中で、YouTube の、有料のサービスというもちろん無料で使える YouTube有料のサービスに登録してお金を払うと YouTube 用に撮られたそういう映画だったりを購入してみるということもできたりします。あと YouTube Music というのがあって、 YouTube Music ではアーティストが作った音楽を聴いたりすることができます。ただその一般の方が自分の撮ったものを人に共有していくことができるという部分で、他と違って SNS というものに近い考え方で使われることがあります。ですね、YouTube 今世界では、これごめんなさい、2022年のデータなんですけども、約25億1400万人というのが、これアクティブユーザーというものですね。アクティブユーザーという言葉は聞き慣れないと思うんですけども、使ったことがある人ではなくて、例えばその前後90日以内に YouTube で何かを見たり、何か動画を配信したりというふうに利用されている、今この近い日にちで使われている方々の数ということですね。で、日本では7000万人以上ということで、で世界の人口が大体、62、3億ぐらいということなので、3分の1以上の人が、何らかの形で、YouTube を見たり、使ったりしているというふうに言われています。で、動画に特化したコミュニケーションサービスということで、コミュニケーションサービスというのは、動画を出しているということがコミュニケーションになるのかというと、コミュニケーションというのは大体相互でコミュニケーションするものですね。コメントというものが出てられます。コメント欄というのが YouTube にありまして、コメントをしたことによってそのコメントに YouTube を出した動画を出した本人も返信をすることができて、そこで会話が行われたり、その動画についての話が、そういう形でのコミュニケーションが取れるということがあります。で、あとは、いいねですねとか、グッドボタンと言われるんですけども、
少し前まであのバットというボタンがあったんですが、悪いねっていうボタンがあったんですけども、今ちょっとその機能がなくなって、いいねという数が、動画で確認されています。ファンが多い、YouTube の配信者とかはたくさんいいねがつく、いいねをつけてもらえるような動画をこう出していくことを目的にしてやっているというような感じですね。で、もう一つですね、特定の条件を満たすことで、収益化をすることができる。収益化というのが、ちょっとこれ、複雑なものなんですけれども、ちょっと後で出てくるんですが、おおよそですね、ちょっと前まで登録者数が1000万人、1000人以上、YouTube というのはチャンネル登録というのが、簡単に言うと、この動画を見て、この配信者のことを応援したいとか、この配信者の別の動画を見てみたいとか、そういうふうに思ったときに、チャンネルを登録することができるんですね。テレビとかで言うと、例えばフジテレビ、お気に入りだからいつも8ちゃんに回しておくみたいな感じで、その自分の好きな配信者のチャンネルをこういつでも見れるように登録をするということが、で登録者数に応じて、収益化が入る、というものが、ちょっと今回、ちょうど最近、ここ2、3週間前にですね、規定が変わって500人からで、収益ができるというふうに規定が少し変わりつつあるということですね。あとは配信時間、再生された時間ですね。再生された時間によって、1年間で、これまで4000時間以上を再生されたチャンネルというのが収益化されるものなんですが、今回の6月13日ですね、6月13日の、条件の緩和によって、3000時間に減りました。まあ、そういう条件を満たすと、収益が発生するというものになっています。でその収益が何なのかということですね。ちょっとこれも後で、説明するんですが、動画を見てくれる人がたくさんいると、まあ、人気があるチャンネルになると、そこに企業が自分 の, 会社の動画、サービスの動画というのを宣伝として出すと。でその宣伝を一回流すといくら、その YouTube で配信している人に報酬が与えられるというような感じ。例えばちょっと違うんですけども、テレビだとテレビの番組があって、番組に固定のスポンサープレーナーがついて、例えばなんか通販番組があったら、通販番組に花王さんがスポンサーでついて、お金を、番組を作るのにお金を払って、その代わり宣伝してもらうという形なんですけども、この YouTube の場合は YouTube で Google という会社がやっているサービスなんですけども、この Google が、企業から広告をこう出しませんかというふうに、して企業が Google に広告を出す、つまり YouTube に広告を出す、でどなたかの人気のある動画に自動で配信されているというような形になります。なので、YouTuber ですね、お子さんがなりたい職業で、かなり毎年上位に入ってくる YouTuber という仕事なんですけれども、自分が、広告塔になって、その広告を企業が Google という会社に委託したものを Google から受け取れるというサイクルの、なので、そうですね、本当に人気が出て、月に10本、20本の動画を出して、それがですね、1個100万再生とか、100万回以上再生されたりすると、それだけで月に何十万とか、本当に多い、大人気の YouTuber とかと月で何千万とか、そういうふうに稼いでいるような方が今生まれている。まあ、ちょっとこの、収益のところに関してもかなり、いろいろ条件があって、
単価が低い、高いという、かなり細かい条件がね、いろいろ契約としてはあるんですけども、まあ、この形で収益化ができるっていうことで、YouTube を職業としている方がかなり増えているからこそ、動画の数が非常に多く、動画の数が多いと、それだけ、情報量が多いものとなされるので、この YouTube というものが非常に盛り上がって、皆さんが使っているというふうに、まあ、規模を拡大してきたという経緯ですね。ただただ動画だけ、出しているで、何もその収益が発生しないものだと、マーケットとしては大きくならないので、ただここまで頼ってなかったんですけども、このお金を生む仕組みがうまくできたからこそ、今ぐらいの規模で、誰でも知っているようなものになったというところの、経緯があります。あとは YouTube の中にですね、YouTube Studio という、まあ、簡単な動画の切ったり編集ができたりとか、その自分に出した動画の、まあ、例えばどれくらいの人が、その動画を視聴してくれたとか、YouTube のアカウントというのがあるんですけども、そこにですね、年齢とか、まあ、OS の年齢層とか男女とか、職業とか、そういうのが登録されているケースがあって、どういう人が動画を見てくるかというところまで、分析をしていくことができるというのも一つのメリットですね。まあ、ざっくり言うと YouTube というのは、まあ、動画を自分でも投稿でして人が投稿した動画も見れる、まあ、プロが編集した動画も見ることができる、それに対して、相互で会話もできて収益を得ることもできる、で、自分で動画を出すときに、そういうデータを分析ができる、で、スマートフォンだとアプリ版がありまして、パソコンだとインターネットのウェブブラウザというですね、インターネットエクスプローラーとか、あと Mac と、サファリというものとかも何でも見れる環境が出来上がっているというような状態です。はい、で YouTube なんですが、まあ、このように、ユーザー数が非常に多い、というところがあるんですけれども、次のページですね、ちょっと、ちっちゃくて見にくいとは思うんですけれども、ですね、全年代の利用割合 88% というふうに言われています。これビデオクラウドという成長者の会社のデータを引っ張ってきているんですけれども、10代、20代、30代、40代ともに、その 90% を超えているということですね。はい、で、50代以降の方でもかなり割合が高いということになります。はい、まあ、簡単に見れるっていうこともあるので、多いですが、やっぱり若い層の方ですねが非常に使われやすくなっているということですね。はい、で、こちらがですね、テレビの視聴時間と YouTube の視聴時間というものを比較したデータになります。男性女性含めてですね、この19歳、22歳、23歳、29歳のあたりですね、見ていただくと、女性のところもそうですね、16、18、19、27、テレビを見る数が非常に減っています。時間も含めてですね、テレビを例えば30代、19、22のところでいくと、約4割ぐらいがテレビを見ない、で、3割ぐらいが YouTube を3時間以上というようなデータがあります。これもごめんなさい、ちょっと前のデータなんでもう少し、差が開いている可能性がありますが、まあ、これぐらいね、テレビ離れが進んで、YouTube というものを視聴している時間が増えている、まあ、YouTube に限らず他の SNS とか、ちょっと前回、SNS の講座でもやったんですけど、TikTok とか Instagram っていうような、そういう SNS の媒体とかも後期に見られる時間が非常に増えているというふうになっています。まあ、
こういう背景もあって、非常にこう見られる確率が増えているというのは確かなことですね。あとはこれはチャンネルの再生数ランキングというのが、データの統計で出ているんですけども、これ YouTube アップされているんですが、一度は聞いたことがある方、ヒカキンさんっていう有名な YouTuber の方がいたりするんですけど、まあ、上のフィッシャーズとかね、非常に、人気があります。この部分がですね、総再生回数というふうになっていまして、110億回再生されている。まあ、ちょっとあれですね、あれですか、お金の話をしていくと、まあ、再生された回数、CM が放送された回数に対して、まあ、大体、0.05 円ぐらいから0.3円ぐらい、1回の再生での報酬が出るというふうに計算されることが多いんですけれども。まあ、ちょっとその問題だけなんですが、まあ、そう考えていくと、こういうふうに、かなり再生回数を多く持っている人が、まあ、稼げるような時代になっているというようなことですね。あと、まあ、再生時間で、まあ、8分以上の動画にして、最後まで再生されると、報酬率が上がるんですが、1分未満の動画だと、報酬率が下がるとか、そういう細かいところはあったりするんですけどね。まあ、こんなふうに、人気の方が、視聴者をたくさん持っていて、でその方たちが、はい、その方たちが収益を取っている分、市場として YouTube が大きくなっていたという背景もあります。はい、まあ、この辺がその YouTube が、まあ、何だろうかというか、そのどういうものかという概要のところなんですけども。じゃあ実際に、自分が YouTube を、まあ、見るではなくて何か使うとか、そういう場合に、考えていくべき点ですね。はい、まずは目的を明確にする、何を目的に、連れていくかということで、ことが、その効果を向上していくというところのポイントになります。今一番下に出ているこのインフルエンサーというのが、まあ、簡単に言うとその YouTuber という方ですね。人気とか需要がありそうな動画を作って投稿することでそれを収益にしている方というところになって、まあ、その前のページで紹介したような方ですね。ここがちょっと今回のテキストを分けて、地域活動だったりとか、あと自分の趣味で、やってみたいという方に関しては、目的としては、認知度のアップだったり、活動をしっかり紹介できる、動画の作り方、撮影の仕方というところを意識していくことが必要になるかなと思います。で、まあ、使い方としてはその活動内容、イベントの告知であったり、写真とか文言、文章で伝わらないことで動画だからこそ伝えられることというか非常に多くあると思います。で今スマートフォンでかなり高画質な動画が撮れる時代になってきています。なのでスマートフォンで、自分で撮影した情報を、この何か興味がある人に、告知をしていったり、伝えていくということがで、あとですね、そのプロフィールを YouTube っていうのはプロフィールを作ることができるんですね。で動画にも、プロフィールをつけることができます。説明ですね、動画の説明を文章でつけることができます。でそういうイベントごとであったり、活動を PR する上で動画と動画を説明していくことというのをしっかり行う。
で企業さんや店舗さんが活用するケース、この場合、ちょっとごめんなさい、文章は店舗や企業の紹介からお店の店内の様子だったり、そういうサービスの内容を PR していくということで使われることが多いです、はい。よくあるのはお店のとか企業さんのインタビューですね。飲食店であれば店長さんのインタビュー動画を撮影して、それを、自分のお店の YouTube チャンネルとしてということで使うことになります。であとは、まあ、その動画とそのキャンペーンですね、例えば何パーセント引き、とか新規で来てくれた方、動画を見てくれた方だけに、キャンペーンを行うというような集客の方法というところでも、効果が期待できるですね。なので、まあ人活動とか市民活動というところでいくと、活動内容を知っていただくことで、同調していただける方だったり応援していただける方を増やしていく。で、例えばそこに取材であったりとか、ちょっと後で大山地区の、大山電気会議というところがありまして、大山のあたりですね、子どもが非常に少なくなっていて、でその地域で、保護者さんの集まりで、大山地区を盛り上げていこうということで、大山小学校出身の保護者さんとかお子さんがいらっしゃるところで、会をやってるんですけども、そこの会で、いろいろ SNSインスタグラムを活用したり YouTube を活用したり、して、小学校で、キャンドルをランタンを通してランタンナイトというのをやったりしていて、で SNS とかいろんなこう口コミの広がりとかもあって、 YouTube の動画を見ていただいた方なんかもあって、埼玉新聞の方から、取材が入って、人数が少なくなった小学校を盛り上げるためにこういうふうにやっている機会がありますというような取材が入って、イベントの時もなんか記者の方がいたりとか、それぐらい、観測、認知度のアップというところでは、YouTube だけではなく他のいろんな SNS も合わせて活用して効果を生んでいっているというような事例もあります。なので、趣旨と目的というところをしっかり、例えばどういう対象の人に見てもらいたいとか、そういうところを考えて、動画を活用していくことが非常に重要になるかなと思います。で、一例ですね、ちょっと一応ここは、許可をいただいているので、しっかり持っているんですけども、ちょっとさっきお話しした久喜市の、商工会の青年部さんですね。部員さんが自分たちが主催になって、どんなイベントをしているとか、どんな活動をしているというのを動画として投稿して、あとはその各部員のお店ですね、お店の紹介などを動画を通じてしていく。で、部員としては来客数をアップしていく。で、団体としては地域貢献のためにこういうことをしているんですよっていうのを町の人たちに PR していくっていうようなことをしています。ちょっと動画を。YouTube、スマホとかで見たことある方いると思うんですけども、パソコンだとこういう画面で出ています。ここにチャンネル名が出ます。上のところですね。インパルス、クキ TV 公式チャンネルというのが。で、
まあ、チャンネル登録者とこそこんなに多くないんですが、動画をかなりいっぱい出していて、で、こういうふうにですね、動画、出した動画が、並んでいきます。で、ここにですね、新しい順とか人気の動画とかっていうふうに、並べ替えをすることができます。例えばですね、武器勝負産業祭というものがありまして、はい、これが広告ですね。広告が最初に映ってきます。これ再生されると動画の配信者に収益が入ります。まあ、編集は結構ライトに出るか簡単にやっているところでは、もうこんな感じで自分たちがやっている授業の内容を動画にしてますね。これも全部スマホで撮影しています。これは短い動画で、簡単に出してます。ですね、例えば、こんなことをやったりしてると、街の方は結構知らないことが多いですけども、皆さんこんにちは、久喜市消防隊青年部です。この動画ではナレーションは中の方
まあ、目的を持って、こういう PR 活動を行うというところが、非常にしっかりできているところですね。あとですね、この浮きの商工会青年部さんがやってて面白いもののところはですね、こんな感じで、この動画を、今まして紹介していない飲食店の方とか、そういう一般の方向けに仕事されている方もいるんですけども、動画の中でキーワードというのが書かれて、お店の方の動画の中にキーワードが書かれて、そのアンケートに答えると商品券が500円分出ますよということで、この浮きの商工会青年部内のお店どこでも使える500円券のものを配布したりして、知ってもらうために、商品券を付けて割引をするっていうような動画の中で自分たちで施策を考えて行っていくというふうに、まあそうですね、何か見てる人にもメリットになるような情報を出してあげるということを意識しながらやっているというところが一つのポイントですね。まあ、有名な YouTube の YouTuber さんとか視聴者プレゼントとかみたいな感じで、やったりしている方も多いんですけども、こういうふうにその動画を流すことと動画を違う動画に関連動画を見ていただくことで、見てくれた方にもメリットがあるような行動で、動画を作っていくっていうことでですね、まあ、これがその商工会青年部という団体でやってますので、まあ最終的には、自分たちのお店だったり地域の商工業が盛り上がるということで、目的としてやっています。で、それとはちょっと違うパターンでですね、これは完全にご趣味でやられている方で、ちょっとこれも知り合いの方なんですけども、はい、埼玉ちゃんというグルメチャンネルこれはもう完全に個人の方です。団体でやってるものではなくて、個人の方で、見ていただくとですね、アビオ・イナのグルメレポートをしたり、カド・ハニューだったりとか、調べたんですね。こんな感じで、いろんな埼玉県内の地域だったり店舗っていうので、話題になってるところとか、好きなところを巡って、そこの情報だったり、そういうのをレポートして、それで再生数をこうその人気のチャンネルとして作っていって、やってるというところですね。で、趣味で始めて成長で人気が出てきたので、収益化をしてというところですね。この声は自分でナレーションで埼玉発祥の人気回転寿司カッティン寿司グループの胃袋や2時間3時間待ちの当たり前の大人気デカ盛りのクリエイターさんになりました。で、このテロップなんかはこの方はパソコンのソフトを使って、ただまあ同じぐらいのこういうテロップはスマホのアプリでもつけることができます。まあ、こんな感じで、いろいろお店をご紹介していくような感じですね。毎回許可取るのは結構大変だそうです。嫌だっていう方だったりグループの会社さんとかだとダメだと言われる場合もあったりする。
この方はこんな感じで、まあ、食べて顔は出さずにやってるような感じですね。はい、で、まあ、ちょっとものによるんですけど、この、上尾伊那のエリアの自宅は 4.1 万再生ですね。加藤羽生の方も 3.4 万再生、結構人気の動画は、多くされています。で、この方は、目的として自分の好きな食べ物、本当にグルメで食べるのが好きでっていうことで趣味で始めたのが多くて、で少しずつ編集とかを、まあ、分かりやすくしていったり、最初テロップが入ってなかったんですけど、テロップを後からつけていったりとか、そんな形で、今の目的としては登録していただく方だったり、ファンになっていただける方を増やしていく。で、そのために面白い動画、分かりやすい人気店の動画を展開するということで、活動しているような方ですね。まあ、大手の YouTuber のチャンネルとかですと、これが登録者数が、10万人とか100万人とか、そういう規模になっているんですけども、実は今これぐらいの今3500人ぐらいですね、の規模で、登録して YouTuber として活動している方、ものすごく多くいらっしゃいます。で、まあこのぐらいの規模だとこれだけで、生活していくっていうふうにはなってはないと思うんですけど、趣味の延長で、少し収益を取ってっていうふうにやってる方が非常に増えてますね。なので、先ほど出たそのチャンネル登録者数っていうところでいくと、1万人以上ですね、1万人以上登録してる方ですね、1万人以下の登録チャンネル数のものが8割以上ですね。1万人以上登録されている、YouTube チャンネルって全体の2割に満たないぐらい。まあもちろんね、動画1本しか出せないというのはかなりあるので、まあそういうところも含めたら、このように、チャンネルを登録していただく数と動画を再生してもらう数っていうのはあんまりこう比例しない例で、4万5万とか、まあ、10万人以上に再生された動画でも、その再生してくれた人たちが皆さんチャンネルを登録してくれるかというと、そこがイコールにならないことが多いです。で、理由としては、1本とても面白い動画がということよりも、動画 のチャンネル全体に統一感があったり、目的意識があるというところが非常に重要で、まあ、この方の場合はグルメでテーマを統一してやってます。ただ例えばなんかそうですね、一つのチャンネルの中で何かサッカーの応援をしてみたり、野球の応援をしてみたり、勉強のことをやってみたりっていうふうに、いろんなこうジャンルにばらつきがあって手を出してしまうと、一個の動画がすごい面白くて、いいものというふうになっても、そこが、その人を応援しようというふうにはなってくれないというのが、まあ、残念なところではあるんですが、まあ、やっぱり一つのテーマで、絞って、動画を配信していくというのが、ファンを作っていくという部分では非常に大事になります。ちょっとまたかなりローカルなというか個人チャンネルなんですけども、はい、これはうちのですね、姉の旦那さん、義理の兄がやってるチャンネルなんですけども、姪っ子と一緒に、チャンネルマニという、チャンネルでいろんな温泉に行って温泉を紹介するっていうチャンネルをやったりしています。で、これも本当に趣味で全然収益化とかをする目的でやってないんですけども、一応登録してくれた人が増えて、人気のある動画とかだと、1200、1300とかっていうふうに再生されたりして、
これうちのメイトなんですけど、だいぶ前ですね、ここ2年前から。ねるちゃんという人形と一緒に毎回温泉に行って、温泉の紹介をこうしていくっていう感じで、はい、これ効果音がついてますね。この効果音って、無料で、使えるものが非常に多くあります。 YouTube のチャンネルの中でも、YouTube のチャンネルの中ではね、YouTube が出している効果音というのも非常に多くあります。よくあの動画見てて、なんかガーンとかオーとかっていう音があるんですけども、それは YouTube 側が効果音として使っていいですよというふうに大きくしているものがあります。まあ、こんな感じで本当に完全に趣味ですね。趣味でやっているチャンネルで、温泉を紹介していくっていうような形です。そうですね、もう一つ紹介させていただくと、これちょっと知り合いではないんですが、ちょっとよくこのに、加入している別の団体の方からこの動画の話を以前にも聞いたので、非常に面白いことが出るためなんですけど、荒川ブラックスーツ団っていうで、これはですね、目的としては、荒川の清掃をする団体さんっていうのが非常に多くあるんですけども、それを統括しているところに所属している人たちが、自分たちの趣味で、とあとは活動を認知したい、こういう目的で、やってた団体ですね。まだどうかまだそうですね、やってますね。過去にゴミゼロアワードというもので賞を取ったりとか、そういうふうにこういうちょっと黒スーツでゴミ拾いをしてるっていうコンセプトが面白いからっていうので結構再生されたりしていることが多かったりするんですけども、そうですね、自分たちで動画とかを作ってやっているようです。ゴミ拾いをするっていうことで、ボランティアの活動としてはどこの地域でもやっていることだと思うんですけど、そのゴミ拾いを集まってしていることを知っている方っていうのが実はすごく少ないということがあって、でただゴミ拾いを毎回してますよっていう動画をただ出しててもあんまり興味持たれることがないんですよね。なのでこういう番組のような感じで、このテーマっていうゴミ問題を作って、そこでゴミ拾いをしましたとか、そういうストーリーを作って、ちょっと演じながらねやってったりすることで、話題性が生まれて、その話題性で再生をしてもらえる回数が増えると、再生してもらえる回数が増えると認知度が増えていくっていうような感じで、自分たちはもちろんこういう格好してるわけじゃないと思うんですけど、撮影の時と活動の時はこういう黒スーツで、ちょっと分かりやすいコンセプトでやっていました。こんな感じで、活動をしている方々ですね。でこの方々も結構いろんな種類のそのゴミ拾いに関する動画だったり、そういうのを出したりしています。海だったり、川だったり、そういうところですね、荒川でゴミ拾いだったり、そのゴミ拾いだけに限らず、ゴミ拾いに関連するそのゴミ拾いする中で何か見つかったものとか、昆虫のこととかですね、荒川でゴミ拾いするといろんな昆虫が出てきますとかっていうのを、関連性のある動画、テーマの動画でどんどん広げていくというような形で、やられています。なんで、まずテーマと、一貫性というところが必要になるんですが、そこに対して、話題作りだったり、
面白みであったりとか、なんかちょっと変わってるものって非常にこう興味をそそられたりすることが多いんですね。だから、ゴミ拾い自体にすごい興味がある人でなくても、まあプロスーツの団体がこういう本を持ってゴミ拾いしてるんでちょっと面白いなっていうので興味で見てもらいたいとか、そういうふうに、視聴者さんですね、見てくれてる方の興味をそそられるようなチャンネルの作り方という点で、ここは非常に面白くやってらっしゃるなというところですね。まあ、こんなふうに、目的に対して、どのようにこうアプローチをしていくかとか、チャンネルを作っていくかというのが、特に、市民団体さんとか趣味で始める方というところでは重要になるかなと思います。頑張ってこういうふうにやってても、ただただ猫がこう猫だけを映している動画がものすごい人気出たりすることもあるので、まあ、一概にこうこれがいいとは言えないんですけども、やっぱり目的に対して、どうやって人に興味を持ってもらうかというアイデアをいろいろ考えていくのが非常に重要なのかなと思います。で、あとはですね、ちょっと自治体がやってる例を一つ出したいと思います。これ北海道の紋別市というところで、またこれも、チャンネル上あるんで、別に許可を取っているわけではないんですけども、一応ちょっとチャンネルとして、公開されているので出させてもらいます。動画は一応流さないでいくんですが、紋別市というところが人口がかなり減っていて、まあ、移住していただいて住んでいただくことのメリットだったり、紋別市がどれだけこういい場所、いい町かとか、教育に関してだったりとか、行政のことだったりとか、そういうのをですね、これ完全にプロが撮影したドラマとして、出しています。第1話から第5話ですね。興味ある方はちょっと後で見てください。これ何ですか、ドラマとして非常に面白いです。で、この女性の方は東京で仕事をしてたんですけども、まあ、そうしたきっかけで紋別に取材に行くことになって、紋別というところに興味を持って住んでみたいと思って移住しましたみたいなストーリーのドラマになっているんですけども。まあ、こんな感じで、自治体としてドラマ仕立てにして、その地域の魅力を伝えていくというような、こうで、ここはね、多分大手の広告代理店さんが入って、かなり予算を組んでやってるようなやり方ではあるんですけれども、でもまあ、切り口として非常に面白い動画でした。なので、まあ、もしちょっと興味があったら見てみて、紋別市とか検索するから出てくる。こんな感じで、一つのテーマを持つことだったりとか、そこに対して、まあ、興味を持ってもらいやすいアイデアを作っていくとか、そういうところを意識していくと、まあ、スタートしやすいというところもそうですね。なんだかわからないけど動画撮ってあげてみましたより、一つテーマがあるとか、関してそのテーマで、動画を撮影する、撮影したものを編集するというのがやりやすくなります。